んにちは、かなです。今日は文法をやります。今日やる文法は助詞。助詞の中でも格助詞というのをやります。その前に、なぜ文法が必要なのか。例えば、犬、ボール、追いかける、この3つの単語が頭にあっても文章として組み立てないと相手には伝わらないです。なので、ここにがを入れてやれば、犬がボールを追いかけるという一つの文章になります。犬がボールを追いかけるというのはこんな感じ。これが犬をボールが追いかける。逆になってしまうと話が全く違います。自分が言いたいことを相手に伝えるためには文法が必要になります。この間に入れたがを格助詞と言います。日本語は名詞の後ろに格助詞が来て、その後ろの動詞を予測することができます。想像できます。ボールをといえば、あ、追いかけるのかな、取るのかなと考えることができます。例えば、北海道へと言われたら、北海道へ行ったんだな、北海道へ行くのかなと、行くという単語が想像できます。このへは格助詞になるとえと読みます。読み方が変わります。北海道でと言われたら、ああ、北海道で何かするんだなと想像ができます。格助詞は一体いくつあるのというと、がをにでえとからまでより。このチャンネルではこの9つの格助詞をやっていきます。今日は、にとでを使って場所を表す文を作っていきます。では、一つ目の場所を表すでについてやります。でを使うときは、動作をするっ
作をする、行事をする、する場所を表すときはでを使います。例えば教室で勉強する、教室で勉強する、自分がすることの場所を表すときはでを使います。じゃあもう一つ、買い物をする場所を表すのはで、する場所を表すのはでで表します。する場所で、ここでする、デパートでする、どこで買い物するんですか？デパートでします。このでは何かをするとき、してるとき、どこでしてるのか、場所を表すときに使うでになります。では次。で説明会があります。で、ホールであります、行われます。説明会という行事がある場所はホールで、場所、説明会という行事がある場所はホールです。ホールで説明会があります。となります。じゃあもう一つ。体育館でスポーツ大会という行事がある場所は体育館ですよ。スポーツ大会という行事はどこでありますか？体育館でスポーツ大会があります、というふうに使います。では次、2で何を表すかというと、存在の場所、いるとかある
その他には状態。まず一つ目は存在。机の上に本があります。この2、本があるのは机の上。ある場所は机の上。机の上に本があります。ある場所を表現したいときはにを使います。その他には太郎さんの家にプールがあります。あります。プールがある場所は2の前。太郎さんの家。太郎さんの家にプールがあります。プールがある場所は太郎さんの家です。プールはどこにあるんですか？太郎さんの家にあります。ある場所を表現するときは「に」を使います。では次、状態。山に雪があります。山に雪があります。雪があるのは山。山に雪があります。雪があるのかないのかという様子はどこの話なのか、どこの場所なのかというときはにを使います。山に雪がありますと言います。他に庭に花が咲いています。庭に花が咲いているという様子の場所は庭なので、庭に花が咲いていますとなります。でとにの使い方は分かりましたか？でとにには他にも使い方があるので、今日は場所を表すときに使うでとにについてやりました。最後に問題を4つ出しておきます。コメント欄に答えを書いてコメントしてください。
答えはチャンネル説明欄に書いておきます。最後に見てくださいね。今日はここまで。またね。